小仙峡へ向かっております。先ほどほったらかし温泉キャンプ場ですね、後日アップロード予定のキャンプ場から出てまだ時間がありますんで、紅葉のシーズンということもあり、近くに紅葉のスポットはないかなと検索していたところですね、あのかの有名な小仙峡見つけたので、初めてそちらに向かってみます。声があれ、あ、これ行っていいの、あ、行っていいですか、ありがとうございます。で、その前にですね、近くに有名なタピオカ屋さんがあるみたいで、そちらに向かってから行きます。であれ、ツバスロマン、ここですね、リンチャ、リンチャですね、リンチャさん行ってきます。はい、購入しました。ロイヤルミルクティー、タピオカロイヤルミルクティー。何回かタピオカ飲んだことありますけどね。どうでしょう、味は。タピオカがすごいもちもち。美味しいですよ、これは。さすが人気店。結構走ってきたのですが、山道がね、なかなかきついですね。それと紅葉少し早そうですね、これ赤みがかってるところがあまりない。一応11月上旬から下旬までが見頃とは書かれていたので、今中旬なんですよ。今年は少し遅そうですね、紅葉さん。まあ、ここまで来たら行きますけどね。この景色見てください、これ左寄せなんですけど、左寄りすごいよ、岩の露出が激しい、怖っ。山の駅さわらびさんに着きました。たまたま見つけたんですけどね。で、このバスに乗ろうかなと思います。いやー、いい景色、いい景色。バス降りました。これから少し戻って小仙峡に向かう感じの道ですね。うわー、すでにいい景色、テンション上がりますね。仙ワールドフォール行ってきます。いいですよね、こういう観光地のお土産屋さんだらけのところ、いいよね、好き。未来電話とは何ぞや。あ調整中。かわいいのがいたわ。滝着きました。意外に立派な滝でしたね。水量もすごくて、周りも結構観光客の方がいらっしゃいますね。ただやはりまだ紅葉があまりない。手ぶれごめんなさい。いいですよね、こういう渓谷、マイナスイオンがすごい。すー
ですよ。そこまで水がきれいっていうわけでもないかな。白州の方がきれいだったな。 山梨の北の方の。この石のトンネルを抜けると、日差しが差し込むぐらいか、紅葉があるのかなと思ったけど、そこまでないな。やっぱり昇仙峡で初めて見つけた紅葉でございます。もみじかな。これより先にもっと綺麗なとこあんのかな。これ見頃の時ほんとすごいんじゃないですか。一応もうね、結構もみじはあるんですけど、もみじはだいぶ赤い。あ、この辺とかすごい、すっごい。下まで行けるのか。ここものすごい綺麗なんですけどね、伝わるかな。伝わんないよね。すごいいい雰囲気、すごいですよ。ここほんといい雰囲気。これ食べる魚美味しいでしょうね。食べないですけど。これ行きのバスで見た岩ですね。これ紅葉がよくわかんないんですけど、枯れてるしな。はい、今日来た中で一番綺麗なもみじですね。これが綺麗。これ今中間ポイントなのかな。あのバス乗ってよかったですね。これまた再び戻るとなると考えられないわ。ホテルがありましたね。いいですね。こういう、あえてこういうところのホテルに泊まるような心の余裕もいつか欲しいですね。結構もう後半の方なんですが、やはり赤みがかってるのが少なくて、ただこれが本当に紅葉の時期、全体的に赤みがかったら圧巻でしょうね。ほんまにな。公園もいいんですけどね、私的にはやはりこういう建物を見てる方が癒されるかもしれない。なんか様子がおかしいぞ。人がいなくなってきたぞ。道間違えてるか。帰れるのかな。道間違えたかも。あそこなんですけど、あの上なんですけど、どっから行けばいいの。あ、これ階段か。階段っぽいのあった。あぶねー。おそらくもっと奥まで行けるはずなんですよね。吊り橋見えますよね。ただ多分これ以上奥行っても紅葉はないと思いますので、今回はここで車に戻ろうかな。うおー、きちぇー。まだ、あの螺旋階段もある。到着で、これ足湯だそうです。いいですね。今はやってない足湯、風情ある。
い、やっと出発の地点に戻ってまいりました。道の駅さわらびさんかな、これお食事処さわらびさんかわからないんですけど、そこから無料じゃない、有料の300円で乗れるバスに乗って本当に正解でしたね。上の方に登って車で行って、でまた歩いて下がって登って戻るって考えられない距離でした。でそのさわらびさんに着いたのですが、たまたま見てくださいこれ、ちょっとピントが合わないんで、合わないか無理か、あギリギリ見えてますね。ドラクエの昇仙峡の、お土産スポットでした。ラッキー。はい、というわけで今回の旅はこちらで終了させていただきます。紅葉の時期がねずれてましたけど、まあ今年ここに来れるのはこれで最後だったんでしょうがないですね。また改めて来年とか次回紅葉の時期にこちらに来てみたいなと思いました。すごくいいところでしたね、癒されました。ではまた次回の旅でお会いしましょう。バイバイ。すごい景色がありましたよ、ここ。何これ、やばい、あんま止まれない。あーもういい、あーはい、行きます、後ろ来てたから。さっき車から見えたところですね、そのちょうど下に見晴らし台という車を止めるスポットがありました。見てこれ、これ夜やばくない？絶対この夜景。